おはようさん、リーゼント大学こと秋山です。今日はね、私あんまり、ね、見せてない、ゴルフのね、お、はい、ついに見せますか。見せます。ちょっと私の腕前をね、うん、見せようと思いますので。でもなんか画面背負ってますけど、ここ何なんですか。私も初めて来ましたけどね、はい、ここでいろいろ打って、うん、実際のラウンドするようなコースがあるわけですよ、うん、はいはいはい、そこで自分が、どのぐらい飛ぶとか、ほんまにピンに向かってどのぐらい何ヤード残るかとか、そういうね、シミュレーションゴルフね、はい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 、実際私もこういうシミュレーションするゴルフ初めてなんですよ。お、打ちっぱなしとかあるでしょ、屋外で。ああいうところでこう自分で練習して、うん、ほんで本当のコースに行ってラウンド回ると。だからこういう画面でやるっていうのは本当に初めてなんで、ワクワクしてますけど、ね、なるほどね、はい、今日はね、じゃあせっかくなんで、はい、ゲストをお呼びしておりますと、はい、でその方と一緒にゴルフやって対策してもらおうかななんて思ってます。はい、はい、同じホリプロの同期でね、ゴルフの並木ちゃん、どうぞ。はい、皆さんこんにちは、並木です。よろしくお願いします。いいですね。お願いします。いいですね。もう一回やってください。並木です。並木です。いいね。ポーズがあります。そんな感じですよね。秋山さんで言うこれですよね。そうそうそう。ということでね、この並木さんっていうのはホリプロ同期。同期。そうだ、びっくりですよね。めちゃめちゃ若いじゃないですか。入った時期が一緒ってだけで、そうそう、うんうん、3年前にね、はい、ホリプロ事務所に入りました、うん、で、年は全然違いますけど、はい、孫みたいなもんですよ。お、はい、それで仲良くなったんですか。そうですね。部署も同じなんですよね。そう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 。スポーツ文化部っていうところに私たちいるんですけど、はいはいはい、そこに所属しているので、そういうご縁もあったり、はい、あとYouTube もやってらっしゃったり、いろいろ共通がありました、はい、並木さんは何なんですか、ゴルフタレント。そう、今はそうです、ゴルフ、YouTuber、ゴルフタレントとして活動しているんですけど、うん、そもそも私もゴルフはお仕事で始めたんですよ。もともと YouTube チャンネルでウームゴルフっていうチャンネルがあって、それの MC をやってくれないかっていうお声掛けがあって、やってみようかな、でゴルフをやることになったんですよ。あ、そうなんですか。そうなんです。まずタレントだったんです。ただの、いや、 YouTube、 もともとはただの大学生でした。ウームでインターンをしてたんですよ。大学生時代に、でインターンしてる時にそうやってお声掛けしていただいて、でちょうど新卒の代だったんで、もう入社しちゃえってなったんで、それで入社と同時にゴルフの MC をやることになりました。それでゴルフを始めて、今やゴルフ YouTuber になってますか。そうなんです。だからゴルフ歴はまだ3年ということでね。いや、もう6年経ちます。6年だろう。新卒時代が3年あって、あ、そっか、でその後独立してもう今3年経ってて、6年経ってます。すごいですね。並木さんのチャンネルはめちゃくちゃ人気なんですよ。そうなんや、めちゃくちゃ有名人もいっぱい出てますからね。そうそうそう、私のね、素敵なゴルフやってる人で、うん、ドラゴンプロがおるんですよ。お、え、はい、わかります、はいはい、その人が、並木さんと一緒にみたいなね、コメントくれましたね。いいで、私も警察24時を見てましたから、ずっと。ちっちゃい頃がずっとやってるじゃないですか、あれ。うん、はい、だそこに出てた人ってことですか。そうなんですよ。まさか。で、さっき秋山さんの出身の県警をね、教えましたけど、うん、何県警の、どういう階級の人だったんですか。徳島、うん。徳島県。徳島県警部。あれ徳島県警、徳島県警部。徳島県警警部。そうそうそう、はいはいはい、ようやく覚えられます。すいません。警察24時見てたらもう嘘でしょ。違う、嘘です。でもちっちゃい頃そんな覚えないですか、徳島県警部って。わかんないですよ。そっか、確かに、ね、全然わかんないです。ただその番組は知ってましたよ。うん、こんなご縁があってまさかゴルフやるとはね。本当ですよ。まあでもその人気の並木さんに今日はちょっとまあ教えてもらいつつね、そう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 、はい、ちょっと対決をしてもらおうかな。でこのシミュレーションゴルフはミニゲームもね、いろいろできるということで、はい、そうです。ちょっと3番勝負みたいな形でやってみたいと思います。なるほど、はい、まあ、並木さんの方でもやりましたけども対決なんでね、罰ゲームが待ってますので。うわ、またかいな。またか。電流ビリビリが待ってます。さっきやったな、それ。やってみましょう。はい。はい、はじめの対決、これ何？ニアピン、ニアピン、要はニアピンっていうのは、うん、ここからティーショットから打って、うん、ピンに近い、うん、どっちが近いか、うん、で、競う。今回は一応持ち球が3球ずつ、はい、その中で一番近かった、
数字が自分の記録となります、はい、なるほど。じゃあどっちかが3球まずやってって感じですか。そうですね、はい、じゃあ先攻後攻どうします。じゃんけんか。はい、勝った方が先。はい、はい、最初はグー。あ、最初はグー。最初はグーやね。最初はグーですか。そうだね。なんかあります、やり方。あ、何ですか。じゃんけんグーって。最初はグー、じゃんけんほい。あいこでしょ。勝った。じゃあ先、先ですね、はい、いきます。私120ヤードなんで、うん、7番です。7番ね、OK。ちょっとね、秋山さん、さっき番手見て短くてびっくりしました。飛ぶんだなと思ってちょっと恥ずかしいんですけど、7番でいきます。いいホームやな。よし、まずは1球いきます。ホーム、お願いします。おなしょ、あ、真ん中やな、いいとこ。 およっしゃ、おー、よっしゃ、うわ、ストップ。あ、オレンジか。残りが 8.5 ヤード。はい、残り距離 8.5 ヤード。ナイスショー。1画面はすごいですね。ナイスショー。いい感じだ。やっぱ7番だ な、 めちゃめちゃうまいじゃないですか。うまいうまいうまい。だって6年やってますもん。6年やってるって。ホームがね、綺麗綺麗ですよね、うん、綺麗。ありがとうございます、うん、じゃあ2球目はあの 8.5 ヤードよりも近く、うん、短く行けるように。これもいいわ、ピンの方行くときには。ちょっと短いか。行くよ。おお、入ったさ。あかん。6、5、7、8、9。結構転がった。でも 9.9。ほんまやな。嘘やんって感じですね、ちょっと。やっぱり7番だからランが入っていくんかな。そうなんですよね。近づけなあかんか。1個下げようかな。え、どうなるかな。これが吉と出るか。そうやな。ちょっと上へ上げた方がいいんで、はい、7より8がいいかもわからんな。ですよね、うん、じゃあちょっと3球目は8番にしてみます。 OK。 8.5 よりも近づけるためにいきます。お、あ、ちょっと右入れたから足りないや。これ右きましたね。あかん、ちょっと短かったか。はい、右入れちゃった。ほんまやな、これはちょっとあれでしたね。はい、まあ、だけどあれやな、私の 8.5。 はい、私の記録 8.5。 ナイス、ナイス、ありがとうございます。ナイスオン、ナイスオン。甘いですね。よし、いやでも1球目だったな。2球目と3球目意味なかった、まあ、とりあえず120なんで、ちょっとピッチングで挑戦してみます、うん、秋山さん飛ぶピッチングで120って結構飛びます。はい、ピッチングっていうのは飛ばすようなやつじゃないんですね。そうです、うん、何せね、パワー系なんでね。うわー、お上手。待って、やばい、お上手。やめて。おー、すごい高いところから行った。いやいやいや、めっちゃいい。やばい、おーおー、やばい。うわー、 5.6 ヤード。もう負けやん1球目で。 OK、 Thank you。 やばい、 5.6 はもう負けか。でもせっかくなんで自分にチャレンジで。そうだね。じゃあまあ負けは確定ですけど、じゃあこれを縮められるか。はい、そうだね。 5.6 です。ここでホールインワンを目指す。おお、見たい。まだ私もない人生でよし、 5.6 すごい。これもいい当たり。あ、でもいいコース。え、待ってください、めちゃくちゃお上手じゃないですか。高いところから行くな。いいね。もっとち、うわ。おー、すごい。1.8 ヤード。すごい。ナイスです。全然勝てないじゃないですか、これ。勝てないです。お恥ずかしい、すいません。ゴルフユーチューバーよ。本当ですよ。秋山さん負けちゃった。さすがやっぱりこのね、警察 OB に鍛えられてきましたからね。さすがだ、うま。うわ、これも、あ、まあ、ちょっと左行っちゃいましたかね。どうだ、距離、距離、うん、あー、惜しい。距離的には14。まあいいか、1点なんぼやね、はい、これ並木さん、あの泣きの1回やってもいいですよ。お、いいんですか、うん、あと1回、あと1回いいんですか。 1.8 をちょっと切れるかどうか、ちょっとやって。泣きの1回にしてはちょっと難しいんだよね。1.8 ちょっと自信が。もう 7番、あ、もう7番でいきます、うん、そうだな。7番が良かったね、はい、見せ場作ってくださいよ。はい、お願い。最後ぐらいいけよ。
ちょっと左も。ああ、なるほど。乾杯です。すいません。じゃあ、これは全カットです。え、使わないですか打ったのに泣きの一回。まあ、確かに。使えないね。これでも、秋山さんの場合は、この高いところからアプローチしてましたね。これビューッとこう落ちていく感じで、その番手がそうです、あのピッチングって言ったらこう角度が広いんです、だから上へ上がるんですよ。あ、なるほどなるほど。だからあんまりランがない、あのこうパタッと止まるんよね、はいはいはい、7番だったらこうなるんで角度が、それからバーンとナミクちゃん打ったいいとこ置いてもちょっと転がっちゃうと、うん、そこがやっぱり原理ですね。ゴルフってそういうもんですそう、勝ったら調子よく言うんですよで負けてたら喋れなくなる。その通りその通り次は50ヤードのアプローチね。はい、10ヤードのアプローチ、これも距離が短い方ですね。そうですね、このアプローチまたこれもちらも3球で近い方が勝ちということでやらせていただきます。 OK、 最初はグーじゃんけんほい、あいこでしょ、あいこでしょ、あいこでしょ、勝ちました。じゃあ先行です。また先行ですね。いきます。どうぞ。50ヤードです。はい。50ヤード。先ほどは120でした。はい。はい、もっと近いわけです、ね。近いです。ここの近いんですね。これがまた難しいね、結構ね。あ、そうなんですか。多分、秋山さんはさっきの120ヤードが得意です。そう。私はどっちかというと短い方が得意です。なるほど。なので、こっちはチャンスかなと思います。そうやね。確かにそう。私は56度でいきます。56度。この、その角度の、この手加減がわからんのよな。50度か。この短かったら短かったら手加減せないから。フルスイング違うから。はいはい。思いっきり飛ばすのとは違う。そうそう。そこが難しい。じゃあいきます。私はね。はい、うわ、引っ掛けた、やばい。ちょっとしかも大きい、ね、60ヤードだ。10ヤード大きい。12.4。はい、12.4。はい。引っ掛けたからもうちょっとこのままでいいか。でちょっと大きいからもうちょっとちっちゃく。なんかすごい奥にでかいやついますね。オブジェがね。います。あ、いいんちゃう。あ、これ短すぎか。いい短いか。うわ、今調整しすぎちゃった。やばい。短かった。20.7。さっきのが短かった。待って、私得意って言ったのに。おいおいおい、ちょっとちょっと、よし落ち着いて。大丈夫、はい。これで寄せます。頑張って落ち着いてね。はい、うん、おー、いいんじゃない。あ、これいいわ。あ、いいわ。あ、止まった、止まっちゃった。あ、止まったか。 6.5。 でも 6.5 だ。 6.5 やろ。よっしゃ、一桁。ナイス、ありがとうございます。乗ったら OK。 いやー、ちょっと悔しいな。まあ得意と言ってた割にって感じだよね。そうですね、ちょっと撤回してください。秋山さん、ゴルフ場でなんか事件とかあったりしました？あのねこれは喋る、これね、あの珍しいんやけど、はい、結構あのゴルフ場ってお金から離れるわけですよ、はい、だからお金の金庫あるよ、ロッカー、お金だけのロッカー。あー、はいはい、あのお財布預ける、であれってこう番号をこうして鍵するんですよ。ああ、はい、で昔玄関入って見えるとこにあった時があった、うん、それを外から犯人がずっと見て番号をガチャガチャっていうのをメモする。双眼鏡で見てるわけ。そう、そんなん分かるんですか。そう、まあこれは犯人は全国の股にかけて自分もゴルフするんで、犯人も、うん、外に、あ、ここからだったら双眼鏡で見えるなっていうのをもう下にするわけで、ゴルフ場って結構みんなお金を納めたらもう完全に離れるわけ。確かに離れるでしょ、うん、ほんでゴルフの格好をして来る犯人が来るわけ。ああ、そっか。ほんでゴルフの格好をしてるから開けようと思っても周り全然、周りから見れば自分のものを開けてるように見えるんですね。そうそうそう、で開けて、そんなあのロッカー嵐みたいなのがよくできてまして、だから今は全国的な本難があの発生するんで金庫の位置がもう外から見えないとかね、になってますね。なるほど。昭和から平成にかけてバブルの頃にやっぱりゴルフってお金持ちの人がするんで、その頃も大金100万200万ぐらいの
あの現金を入れた財布も置いてたんです。危な危ない危ない。で時たまのパターもちょっと高い、お高いパターとかあるんですよ。ピンキリなね、うん、例えば何十万とかする。そういうのはやっぱ盗まれちゃう時があるので、うん、みんなレストランまでパターンを抱えて持っていくとかいうのは聞いたことありますね。ね、大きなパターンね、うん、確かにそのグッズというかね、手袋にしろ何にしろやっぱり高いものも、ね、多いです。ありますもんね、うん、はい、じゃあ行きましょう。サンドで行きます。はい、で私が 6.5 かな。はい、はい、6.5 もいい記録だと思いますけどね。いやね、短い。あー、ちょっと短い。これは 24.3。 はい、残っちゃいました。さっきと一緒やな、ダボ打った時とね。あー、あの一緒にね、私の方で、うん、やった時のラウンドのね、やっぱこう力の加減がね難しいっていうね。うん、結論的に言うな、私子供のとこ格闘技やっとったから、はいはい、空手も柔道も100の力出すもんね、はいはい、思いっきり。あー、なるほど。パーンと思いっきり。だからドライバーなんかは分かる、うん、けどこういう短いこの手加減、確かにこれが下手な、うん、常に全力でしたからね。そうです、うん、この感じだな、うん、お、あ、でもいいとこ、やばい、お止まれ、お転がったやばい、 4.7。 やっぱり負けだもん。ちょっとトップした分ね。いや、もうでも勝ってます。え、 6.5 です、ね、私 6.5 なんで、秋山さん 4.7 なんですよ。あれ、勝った。嬉しそう。さっきから全部1球目でやられちゃってる私。ほんまに。さあ、第2ゲームも秋山さんが勝ってしまいましたね。はい、泣きの1回もありですけど、どうしよう。あ、いいですか、うん、じゃあお願いします。そこは遠慮なくいいですか。じゃあ行こうね。ありがとうございます。頑張って。ちょっとやっぱりでもあれだな、すんなり泣きの一回やらせるわけにいかないんで、ちょっと、はい、なんかモノマネかなんかできない。モノマネ。モノマネ。ミッキーマウスでもいいですか。できるん。え、なんでダメなんですか、ちょっと。いや、なんか大学生っぽいな。だってないんだもん、レパートリー。何がありますか、逆に。いや、別に思いつくもの、ね、いいですよ。ウィッキーでいいですか。じゃあ行きますね。母、僕、ミッキーマウスだよ。どうですか。やっぱ泣きの一回やらせるわけにいかないです。嘘、似てない。結構これ似てるって言われてたんですけど、昔。誰でもできそうだもん、だって。可愛いけどね。似てない。じゃあやっていいですよ。いいですか、すいません。泣きの一回。よし、頑張って。ちょっと目はありとしましょう。はい、4.7 を超えてください。はい、いきます。そう、いけ。いけ、いいよ。いけいけいけ。あ、めちゃめちゃいいよ。うわ、止まるんだよな、私の。いけ。ダメだ。止まったか。参りました。すいません。よし。もう負けですね、これは。ここも負けです。はい、乾杯です。あかん、止まっちゃった。これは3ゲーム目は何なんでしたっけ。パター。パターか。はい、うん、で。ロングパッド対決勝ったら、それ勝った人が勝ち。お。何今まで。いや、多分私の結果があれだったから。ミッキーマウスが良かったんで。あ、良かった。いや、絶対嘘やん。ナミキさんはなんかゴルフ場で怖い思いとか、はい、それ怖いことで言うと、やっぱゴルフ場ってこうもう横も全部コースじゃないですか。やっぱ打ち込み、いわゆる私たちはこのコースをプレイしてても、横のコースでプレイしてる人の球がたまたまこっちに来ちゃったりする時があるんですよ、これはまれに。で、皆さんこう来ちゃった時ってファーって言って危ないですよってお知らせするんですけど、たまにそのファーが遅かったりとか、まあ、向こう気づいてなくて言ってなかった時とかにボールが普通にこの辺、この間は私この目の前を取った時があって、危な、本当めちゃくちゃ危なくて、あれ当たっちゃったら本当にすんごい怪我しちゃうんですよ。でも下手したら死ぬでしょ。本当にそうです。当たりどころ悪かったら知ってて、しかもちっちゃいからなんか鋭そうですもんね。結構痛いんですって。まだ私は当たったことないんですけど、友達が一回背中に当たっちゃって、それで病院行っちゃった子がいて、
で、そういうのもやっぱ保険、ゴルファー保険っていうのがあるので、やっぱ入っておかなきゃいけないんですけど、私こんだけゴルフしてるのに入ってないんですよ。ダメじゃないですか。そう、だから入んなきゃいけない。っていうか、ファーって危ない時に言うやつなんですか、あれ。そうです、やっぱボールがコース上出てしまった時に皆さん気づかないじゃないですか。そういう意味だと思ってなかったです、キャディーさんのファーは。逆にどういう意味だと思ってますか。いや、なんか どっか行っちゃうぜみたいな、なんか、あ、まあ、でも全然ダメだぜっていう。あ、ちゃいますちゃいます。危ないよのファーです。そういうことなんですか、はい、そう、ボールが行くよ、危ないよ。あの、ほんでゴルフ場って、あの、みんな派手な服装するでしょ、うんうん、派手な服装、あれは目立つために。だから先にもし目立つ人がおったら打ってばダメなの、うん、だから派手な服装っていうのは OK。 あ、これとかあるよね、あのホールインワン入った保険。あ、そうです、ホールインワンも入れば、うん、あれは保険が降りるんですよ。だから、まあ、入ってる保険によるんですけど、うん、いくらかもらえたりしてもするっていう、うん、これとかホールインコンペやろうってまたお金がかかる、うん、そんなんで保険が、いろいろ制度もあるんですよ。奥深いよ、奥深いよね、ゴルフの世界も、うん、じゃあ3回戦、はい、パット、ロングパットっていうことでね、パットは得意ですか。パットは、まあ、今日コラボさせていただいてる感じだと秋山さんめちゃくちゃいい感じですよね、うん、どうかな。いやいやいや、ワンパットで決めてるところもありましたし、そう、ね、そう、それに比べ私はですね、3パットしてるので、うんうん、ちょっとこれも秋山さんの方が有利なのかな。ああ、ほら、じゃんけんまだしてないな。そうですね、またじゃんけんで、じゃあ先行後攻、最初はね、はい、最初はグー、じゃんけんぽい、勝ちましたちょ、いいですか。勝ったんで、決めさせていただいてもいいですか。流れ変えたいんで、後攻でいきます、うん、すいません。オッケー、はい、了解です。盛り上げろよ、じゃあ。確かに15メートルって結構遠い。結構あるよな、うん、でもこれは、後攻の方がラインが見れるので、あ、有利なんです。こう作戦を練れるわけですね。はい、高さ 0.28 は下りっていうことな。うんうん、OK。5。おー、転がってる、いい感じ。転がってる、おー、近づいた。待って、やばい、お上手。残り 1.3 ですよ。はい。ナイス。 1.3 やろ。これはやばいもん。やばい、下手したら入れちゃうんじゃないの。私先行にしとけばよかった。今の右に曲がったなですね。右曲がった。秋山さん、お尻かわいいです。え2球目いきます。ちょっと弱いか。あ、これはちょっと弱い。あ、でも転がってる。これは弱いわ。弱かった。6.1m か。1球目がいいからな。下りなんでね。ほらけど弱かったな。秋山さんの3打目です。さあ、おー、うわー、入るんじゃない。入れ入れ入れ、入った入った。ちょっと待って、もうちょっとちょっとちょっとやめてください。やばい、ね、やばいとかじゃなくて、はい、もうこれ以上の何もないんですよね。やばい、嬉しそう。秋山さん絶好調。入ったよ。ちょっと待って、この後落ちたくない。じゃあ行きます。1球目、高校を自分で選んで。すいません、はい、行きます。なめくちゃん行こうぜ。行きます。1球目、いけいけ。弱すぎ。おでも転がってるよ。そうやな、弱いわ。ちょっとなんで、うわー、3.3、もうね、全然すごくない。全然すごくない、これも。もうちょっとか。よし、私もやっぱ入れに行かなあかんから。そう、入れに行くつもりで。よっしゃ。あ、でもいいんじゃない、いいんじゃない。これ打ったよ。いけー。 あ、ちょっと強い。いや、強いわ。次、うわー、 3.4。さっき 3.3 ですもんね。そうですね。やばい、もう次入れないとない。入れないとないよ。入れようぜ、並木ちゃん。モノマネ考えとけ。そんなレパートリーないです。でも、お願い、神様入れてください、これ。そう。お、ええぞ。行け。お願い。いいんじゃない。お願い。入れ。あっかー。入れ。もうすいません。2.2メートル。2.2 です。
もうやばい、秋山さん勝てないです、私この3番勝負。これ全然ダメですね。全然ダメです。いやどうしようかな、これ。うちのチャンネル見てください。まあそうですね。じゃあ今回は秋山さんの勝ちということで、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。もうあの言うことなしです。まあでもこれ、あの6年目といえど、はい、全くの素人からこうやった並木ゴルフがですね、すごい人気なので、まあ、そっちの方では調子のいい日を、まあ、編集して調子のよく、ほら編集してませんから、ちゃんとそのままお届けしてますから。並木チャンネルの方ではすごいスーパープレイが見れると思うので、はい、6年やって107年なんだと思うんですよ。いや110年ぐらいしてやっと100来たような感じなんで、やっぱ6年で100切って90代80代とかしてる、それはそこまで、ね、じゃあ最後罰ゲームはいいただきます。わかりました。はい、さっきあの肩こりひどいって言ってて、はい、ちょっと肩をやろうかなと思って。いいんですか、なんかご褒美みたいになっちゃうけど、ちょっと貼っていただいていいですか。はい、これでここら辺に貼る感じですか。ここら辺に貼っていただければ。うわー、ちょうどこの肩のとこ。肩こりの器具と思ったら恐怖感はないかもからな。そうね。いや本当ですか、うん、ちょっと顔に近くなるからなんか怖いんですけど、ま、そうそうそう、だって肩凝ってりゃ別に、めっちゃ凝ってます。そう思えば恐怖感はない。もう貼っただけで嫌だ。じゃあ行きますね。はい、はい、ハイパーってボタンあんな、これ。あかん、ハイパーってボタンあるな。それはあかんす。ほんまにほんまに。ほんまにあかん。ほんまにあかん。まぁ、あ、ちょっと、まあ、じゃあやってみましょうか。はい。お願いします。来てます？来てる来てる来てる、あ、すごいすごいすごい。あ、なんかこんなんなっちゃう。あ、やばいやばいやばい。笑えない笑えない笑えない、痛い痛い痛い、この勝手に動く、ほら見て動いてますよね。痛いっていうか気持ち悪い、体に力が入んなくなっちゃいました。ちょっとやってみるかな。肩に、いやいや痛い、左痛い左痛い左痛い、ちょっと取ってください、取ってください、取りました、すいません、あー、取りました。左の方が痛い、だから左の左が凝ってんじゃん、凝ってるってことかも。ダンゴムシがいるみたい、か肩に気持ち悪い感じ、あとなんかの頃でしょ、はい、はい、ここにでっかいダンゴムシがうじょうじょいる感じ、わかんないです。え、なんでですか、ダンゴムシのたくさんの足がグワーって、あ、そういう気持ち悪いかな、はい、感じでした今。はい、すいません、ありがとうございました。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 